はい、皆さんこんばんは。喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、ウエストの、アイスフレッシュというのが新しく発売してましたんで、ライター付き。380円、安い。まあ、ウエストはね、シリーズは安いというのが、あれなんですけどね。こちらですね、8ミリのやつと1ミリのやつと6ミリのやつがあるみたいです。新発売でね。ということで、吸っていきたいと思います。もともとね、確かメンソールのやつはね、あったんですが、6ミリのやつしかなかった。ということですかね。多分ね。もともと6ミリのやつしかなくて、あれだ。よし。6ミリのやつしかなくて、今回発売したのが、8ミリのやつと、そして1ミリのロングですね。ということで。それでは、吸っていきましょう。ウエスト。結構メンソールの味が強いね。ウエストのタバコの味っていうのが、俺は結構好きなんですけど、ウエストのレッドがね、好きなんですけど。なんか、ほとんどタバコの味っていうのがしなくなりましたね。まあ、メンソールでだいぶ、メンソールタバコって基本的になんか微妙なんだよな。ガラムメンソールとかはうまいんだけど、なんか微妙なんだよね、全体的に。クールとかもそれなりに美味しいんだけど、やっぱ微妙なんだよね。個人的にやっぱあれが好きですね。ハイライトのメンソール。メンソールだとハイライトのメンソールとかが非常に美味しいんですけど、でもやっぱりハイライトメンソールと普通のハイライトどっちかって言ったらやっぱハイライトの普通の方が好きなんで。微妙。非常に微妙です。5月の11日にラークの新しい銘柄が出るっぽい。ぽい！今日先ほどですね、ずっと、ハードディスクの中に、録画してた、艦隊コレクションのね、2話目を見たんですけど、1話見て、すっごい、夕立っていう子がいるんですけど、ぽいとか、なんとかなんとかぽいっていう、口癖の人がいるんですけど、恐ろしくうざいね、あいつね。ラークのトロピカルアイスメンソールっていうのが出るっぽいですね。5ミリグラムのやつと1ミリのタバコが出るっぽいですね。微妙だな。ラークから出るってなかなか珍しいよね。
ラーからこういうなんか、フレーバーのものが出るっていうのはなかなか珍しい。まあ、どうでもいいんですけど、こういう、なんかさ、ライター付きのタバコっていうのを結構、俺よく買っちゃうんですけど、無駄にすっごい溜まってきて、なんかに使えないかなと。どうせ使わないんで。うん。なんとかなんかに使えねえかなって、思うんですけどね。なんかに使えませんかね。非常にもったいない。なんか。無駄にもったいない。何に、何かに使うって言っても何に使う？うん。使うもんねえよな。ウエスト。最近はね、やっぱね、いろいろタバコでうまいなと思ったのは、やっぱり、最近ハマってるのはあれだね。赤丸ですね、赤丸。ラッキーストライク。普通に赤丸って俺ずっと、丸ボロかと思ってましたね。赤丸。あれ赤丸って丸ボロのことだ。あ、やべ、本当に丸ボロのことだった。赤丸ってなんか俺の中だとあの、ラッキーストライクなんかなって思ってて。てか、どっちなんかよう分かんなかったんですよ。あ、これ赤丸って丸ボロのことなんだ。あ、へえ。そうなんだ。ずっと俺ね、どっちなんかなと思ってね。分かんなかったね。銘柄のさ、あるじゃん。赤丸ってさ、赤い丸がついてるでしょ、ラッキーストライクって。だから赤丸なんかなと思ってます。と思ってたんですけど。違うんです。へぇ。でもね、最近丸ボロのパッケージが変わったんですけど、それで吸ってみたんですが、なんかまずくなってて、あれ？と思ったんですよね。なんか微妙だな。ラッキーストライクはね、非常に美味しい。と思う。あ、赤丸ってあれなんだ。丸ボロだったんだ。じゃああれは？ラッキーストはラッキーストライクはラッキーストなんですか？その可能性もある。でも、丸ボロは昔に比べるとまずくなったね。昔すっげえうまかったと思ったんですけど。それと同じで、なんか、セッター、セブンスターもあんまり美味しくなくなったなと。丸ボロはやっぱ最近になってうまいと思ったね。昔吸ったことあるんですけど。それよく美味しくなってる気がする。ラッキーストライクはまあうまい。ただ値段が460円と高いんで、丸ボロもそうなんですけどね。
丸ごろも460円なんで高い。そこがあれですけど。でも似た味としては、ポールモールが安い。400円。ね、ラッキーストライクの味に非常に似てるっちゃ似てるけど、まあ、ラッキーストライクにはかなわんな。味が、うん。似てはいるんだけどね。あと JPS が420円か。うん。そんな感じでしょうかね。うん。まあ、ということで、今回のウエストのアイスフレッシュの8ミリ。こちらはまあ、三つ星。微妙。です。ご視聴ありがとうございました。